今年もホットな季節がやってきたぞ。準備はいいか。今こそ戦いの時。この戦いの聖地グロッタ闘技場で今年はどんな名勝負が生まれるのか。グロッタ名物仮面舞踏会、いよいよ開催です。それでは早速皆様お待ちかね、誰がパートナーになるかハラハラドキドキ、運命の大抽選会を行います。私がこの箱からボールを2つ取り出し数字を読み上げます。呼ばれたその2名が晴れてパートナーとなります。仮面舞踏会は2対2で戦うタッグマッチ。選ばれたパートナーと力を合わせ優勝を勝ち取ってください。それでは始めます。番号11。おっと、最初に選ばれたのは初参加の11番の方でした。さあさあさあ、誰だ誰だ、11番のパートナーは誰になるのか。8番が選ばれました。それでは番号8の方、ステージにどうぞ。よろしくね。ちょっと待った。どこの馬の骨かもわからん奴に姫の相棒など任せられん。この抽選は取りやめてもらおう。しかしそう言われましても、これは規則ですので。クシュ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 。え、ただいま聞いてまいります。特別招待枠として8番の選手はこのご老人のパートナーに決定いたしました。11番のパートナーは選び直しとなります。おい、一体どういうことだ。汚えぞ、公平にやりやがれ。どうかお静かに。こちらは決定事項ですので、もう覆ることはありません。それでは11番のパートナーを選び直します。おい、ふざけんな。7番の方、ステージにどうぞ。いや、俺みたいだな。ハンフリーだと。なんと前大会のチャンピオンであるハンフリー選手が11番の選手のパートナーとなりました。いや、よろしく。一緒に頑張ろうな。以上をもちまして抽選会は終了です。選手の皆さんはパートナーの方と協力し優勝を目指して頑張ってください。
様が全大会のチャンピオンとはついていましたわね。でも私はお一人でも優勝できると思ってますわね、お姉様。あら、さっきまでご一緒でしたのに。外が騒がしいですね。なんだか嫌な予感がします。ちょっと、どこ見て歩いてんのよ。たく、うるせえガキだな。てめえがチビなのがいけねえんだろ。はぁ、あ、何言ってんのこの筋肉だるま。そっちからぶつかってきたんでしょ。ごめんの一つも言えないの。せえ、口の減らねえガキだ。俺は抽選会が最悪の結果に終わってむしゃくしゃしてるんだよ。いい大人が八つ当たりとはな。見苦しいぜガルムソン。誰だ。はや、チャンピオン。抽選の結果が望ましくなかったからといって子供に当たるなんてみっともないぜ。パートナーが誰であろうと闘志なら全力で戦うのみだろ。ああそうだな、チャンピオンのあんたがそう言うなら。悪かったなお嬢ちゃん。それじゃあ俺はこの辺で。お姉様、お怪我はないですか。よう相棒。この子あんたの知り合いだったんだな。この通りお嬢ちゃんは無傷だ。何事もなくてよかったよ。それじゃ子供たちが腹を空かせて待ってるんで、これで失礼するよ。明日から始まる舞踏会、絶対に優勝しような。そうそう、明日の試合前には宿屋まで迎えに行くから、ちゃんと寝てしっかり体調を整えるんだぜ。おはよう。今日は予選試合だ。早速闘技場に行こうぜ。いたしました。ただいまより予選第一試合を行います。ハンフリールーキーチーム、ガレムソンベロリンマンチーム、舞台へ。
ガレムソンか。この間の一件といい、つくづくお前とは縁があるようだ。いきなりチャンピオンが相手か。うってえやつはどこまでもついてないぜ。おい相棒、作戦は分かってんだ。チャンピオンの方は後回しにして、まずはあの兄ちゃんを叩きのめすんだ。チャンピオン一人ならまだ勝機はある。キングスライム級の重量を誇る俺らのケツでハンフリーの野郎を押し通してやろうぜ。ベロベロベロ、大会に優勝したら女子にモテるベロ、だから頑張るベロ。両チーム気合十分、準備も整ったようです。それでは予選第一試合、気をつけろよ。はぁ、ジョーシー、スイヤ、行くぜ。一緒にするベロ、ベロ、どうだ、おいや、一緒にするベロ。はぁ、ベロ、ベロ、スイヤ、シュー、ベロ。ルーキーチーム、やるじゃないか。お、ん？次の試合が始まったみたいだな。おお、すごいぞ、あの女武闘家。足が見えねえ、こいつ何者なんだ。ちぇ、あのじじい余裕かましやがって。お好きだらけよ、ボーイ。そこまで、操作ロー、マルティナチーム。こいつ頭げた、あの姉ちゃん相当できるぜ。なあハンフリー、さすがのあんたもうかうかしてられねえんじゃねえか。ああ、そうだ。予選を突破し、決勝トーナメントに勝ち上がったのはこのチームです。
アンフリールーキーチームがこのまま勝ち進み、チャンピオンの座を防衛するのか、それとも華麗な足技で他を圧倒した今大会のダークホース、ローマルティナチームが阻止するのか。果たして優勝の栄冠を勝ち取るのはどのチームなのか。それでは皆様、決勝トーナメントをお楽しみに。あんたと組めたのはラッキーだったぜ。おかげで今回も優勝できそうだ。それじゃ俺はこれで失礼するぜ。孤児院で子供たちが待ってるんだな。相手が強すぎたんだ。あの女ただもんじゃなかったぞ。そんなこと言っちゃってさ、本当は見とれてたんじゃないの。あの人すっごいセクシーだったし。お姉様、あの方たち。ん？すまんのお主たち、ちょいと道を開けてくれんか。おじいちゃん。姫よ、では行くとしよう。え、ハンフリーに気をつけなさい。ハンフリーに気をつけなさいって一体どういうこと？もしかして今この町で話題になってる行方不明事件のことでしょうか。今グロッタでは大会に参加している闘士が次々と姿を消す事件が起きているそうです。もしハンフリーさんの身に何かあったら。行方不明事件なんて初めて聞いたぜ。厄介なことが起きなきゃいいが、お前はパートナーのハンフリーのとこへ行ってちょっと話を聞いてみてくれ。あんただったのか。悪い奴に付きまとわれてるかと思ったぜ。最近行方不明事件とかあって物騒だろ。ちょっとピリピリしてたんだ。驚かせてすまなかったな。まあ立ち話もなんだし中に入ってくれ。お前たち、いい子にしてたか。うん、その人誰？子
この人は大事なお客さんだからな。邪魔しないでいい子にしてるんだぞ。ここは俺が生まれ育った孤児院でな、舞踏会で稼いだ賞金をやりくりしてなんとかやっているんだ。俺は舞踏会で勝って勝って勝ち続けて賞金を稼がないといけない。あいつらの笑顔が俺の全てだからな。まあ腕の立つあんたがいることだし、今回も優勝は間違いないだろう。頼りにしてるぞ相棒。ありゃ、もうこんな時間か。すまんすまん。すっかり話し込んじまったな。ところで、お前俺に用があって来たんじゃ。ん？今、俺の部屋の方で物音がしたような。間違いない。俺の部屋に誰か嫌がる。賊に入られたか。賊め、俺の大事な孤児院に盗みに入るとはいい度胸してやがる。大会が終わったらとっちめてやるからな。とにかく今は明日の試合に集中しよう。そうだ、今日は遅いし家に泊まっていったらどうだ。明日の朝になったら起こしてやるよ。決勝トーナメントに備えてゆっくり体を休めておくとしよう。起きろ、起きろ。よし、起きたな。さあ、始まりました。仮面舞踏会決勝トーナメント、栄えある最初の試合は優勝候補の筆頭ハンフリールーキーチームとグロッタが誇るお色気美人コンビビビアンサイデリアチームとの戦いだ。ビビアンです。サイデリアです。お色気美人コンビの登場に会場は大いに盛り上がっております。私のテンションも最高潮です。両雄並び立たず、果たして勝つのはどちらなのか。色化に惑わされるなよ。決勝トーナメントまで勝ち上がった相手だ。本気で行くぞ。それでは決勝トーナメント第1試合始め。行くわよ。やってやるぜ。ボビアン、そう、ハーミア、熱いわよ。行くよ。やっ、おりゃ。ちょっとデホイミ、こいつでストーラ、ベルギラマー。
ジーチーム。いよいよ大会も大詰め、準決勝第一試合を始めます。まずは優勝候補の筆頭、ハンフリールーキーチーム。対戦チームはこれまた異色のコンビ。まさかここまで勝ち上がるとは誰が予想できたでしょう。レディーマッシブ&マスクザハンサムチーム。おおほほ、あたしならここよ。え、レディーマッシュブ。やっぱり勝ち残ると思ってたわよ。今こそこのシルビ、いや、このレディーマッシブとどちらが上か白黒つけようじゃない。お、なんだ、今度の対戦相手はお前の知り合いなのか。おお知り合いじゃないわよ、全くもって知り合いじゃないわ。だって私の名はレディーマッシブ、そしてこっちがマスクザハンサム。やれやれ、賑やかな人たちだな。ともかくやるからには真剣勝負。ふん、無論だ、手など抜かないさ。ああ気にしないでくれ、試合前にこいつを飲むと調子がいいんだ。さあ行くぞ。それでは準決勝第一試合始め。先生殿、勝負よ。気をつけろよ。スイヤいや、なんと、はっ、やはっ、なんと、これぞ我が美学。くっそーら、いくぞ。いや、クロー、はっ、あんまた、やっ、いや、そ、そこまで。勝者ハンフリールーキーチーム。このシルビ、いやレディーマッシブを打ち負かすなんてやるわね。でもあなたにだったら負けて悔いなし、最高の勝負ができてよかったわ。アディオス。トウ、何だったんだあの人は。皆様お待たせいたしました、いよいよ仮面舞踏会決勝戦。勝ち上がったのはこの2チームです。ハンフリールーキーチーム、舞台にお上がりください。優勝候補の筆頭、堂々とした歩きぶりです。まさしく王者の貫禄。このままチャンピオンの座を守りきれるのでしょうか。ロー・マルティナチー、舞台にお上がりください。あまり動かない老人と豪脚一閃の女闘士、全てが謎に包まれた異色のコンビは果たして新チャンピオンとなれるのか。
俺も格闘家の端くれだ。こいつらの強さをひしひしと感じるぜ。気を抜くなよ。姫よ、見たかね。はい、間違いないかと。さあ、勝てば優勝だ。全力で行くぞ。さて、お手並み拝見じゃな。それでは、仮面舞踏会決勝戦始め。お手並み拝見じゃ。始めましょう。やってやるぜ。シーア、ハンブロー、真空蹴り始めましょう。ドラドルマウィングブロー、はぁスイぶつかる、ホーリーブルースタルト、ウィングブロー、ラリーホー、おりゃくらい、スイヤー、デホイビー、おりゃスイヤー、ハロてんだ。試合中だぜ、お嬢さん。くっ、今だ。勝負あり。ソーサー、ハンフリー、ルーキーチーム。ありがとう。優勝はこのチームに決定しました。これより表彰式を始めます。やったな、ついに優勝したぞ。今回はどの対戦相手も手強かった。もしお前がいなかったら優勝することはできなかっただろう。優勝商品は虹色の枝という貴重なものらしい。売れば結構な金になるだろうからな。そいつを二人で山分けしよう。誰か早く来てくれ。老者よ、お主に用があって来たんじゃ。
開けてはもらえぬか。お主一人だけか。すまんが仲間を呼んでくれんか。お主らに話があるんじゃ。マルティナ姫が行方不明になってしまってな。町中どこを探しても見つからんのじゃ。おそらく何か事件に巻き込まれたんじゃろう。そこで相談なんじゃが、お主ら姫を探すのに協力してくれぬか。オンに切るぞ。大会優勝者のお主とその仲間たちがいれば100人力じゃ。必ずや姫を見つけられるじゃろう。マルティナ姫が消息を絶ったのはハンフリーの孤児院の近くじゃ。まずはそこに行ってみるとしよう。